これ何ですか。これはまあ皆さんよくご存知のデロリアンですね。はい、This is the coolest car I've ever seen. 私は広島の、藤井智康といいます。はい。映画バックトゥザフューチャーに登場した車と同じタイプ。こういう別パターンもあるんです。EV なったな、なったかな。はい。もしかしてどうや自分で自分で変更しましたか。そうですね。あのデロリアン EV 化計画というあのブログを当時立ち上げて、それを見て集まった人たちとこの車は電気自動車にした。当時はマフラーが あったところなんですけど、そういうのがなくなって今あの電気化計の制御のものが今そこから見えてますけど、やっぱり後ろから見るとなんだこれやみたいな感じですよね。もともとここエンジン V6 の 2800cc のエンジンがあったところを、そこにエンジンを外してそこにバッテリーとその下にモーターを乗せてるって感じなんですけど、バッテリーいます？ソーラーから充電できない。いつかはやろうと思ってます。あ、はい、今チャレンジ中です。はい。でこれがあの電気自動車のバッテリーですね。これで走ってます。あ、何個？全部でですね、見えるところに1、2、3、4、5、10個で下の方にあと2個あります。ああ。で、これがあのクイックチャージ。はい。やっぱりその電気自動車っていうものがこれから先どう変わっていくのかとか、これから先の私たちの暮らしの変化っていうのがこの車をその EV 化することでものすごくよく分かったんで面白かったです。どこで元の、純正の車で、買いましたか。東京の、方がこのデロリアン事故を起こして全損でもう廃車になるやつだったんです。でそれをあの部品取りでネットで売りに出てたやつを私がその電気自動車のプロジェクトを始めようと思って、はい、普通で走るデロリアンはやっぱ貴重なんで改造したりとかしたくなかったんで、はい、もう廃車になるデロリアンを探してたんです。あ、はいはいはい、それを、たまたま売りに出てたのを見つけて、これを電気自動車のプロジェクトとして、ベースト車として使いたいなという話をしたら面白がって、その前のオーナーさんがですね、そんなこと面白いってやりだったらあげるよってもらったんですよ。ああ、無料でもらった。そうなんです。ただし、まあ、もちろん事故車だったんで直さなきゃいけないとこあったんですけど、ああ私がその電気自動車にしなかったらモデルリアン捨てられてたんですよ。いいアイディアからなんか心割りで面白いすぎて、はい、無料でもらった。すごいですね。まあ、ただそれで、まあ、そういう人たちの思いをつないでるので、なんとか電気自動車にしなきゃって。はぁー。ちょっと閉めますね。はい。なんか音がかっこいい。I don't believe this.ちょっと面白いの。ですね。はい。見ての通り。はい。ディジタルダッシュ。そう。作ったんですよ。アップルカーです。これ普通に iPad これで走ってる。これも作りました。ゼロからこれ仲間でこういうプログラミングができる人がいたので、はい、はい、なのでここにある出てるのは全部電気自動車の情報なんですよ。はい、そうか。当時だからもう40年前だともうクラシカルな針なんで電気自動車の情報ってここには出ないんですけど、これもそういうように作ってある。これ
回は何ですか。これはスピードメーターですね、普通に。じゃあ、1番は。で、さっきジャーンって鳴ったのが分かる通り、これ、コンピューターなんですよ。ここにある、このマックミニで動いてるんですよ。ああ、マックミニ、はい、昔の、はい。こういう別パターンもあるんです。コンピューターなんて自由に作れる。で、なおかつ、これがカーナビゲーションのマップなんです。で、これが iPhone の画面がそのままなんです。あ、コネクションができます。はい、すごい便利なんですよ。ナビゲーションも、はい、いや将来にこのシステムがなんか販売する予定がありますか。いやしてもいいんですけど、僕たちその販売ツールも何も持ってないんで。ただまあもうこれ 3,4 年前に作ったシステムなんですよ。ちょっとずつ改良してますけど、まあ、もともとこのデロリアンはまあ、映画の中ではニュークリアパワーでタイムトラベルしてたのが、最後はそのバナナの皮とビールで、そのエネルギーを貯めて、走るというかね、飛べるようになったのと同じように、やっぱりエネルギーこそ自由になるべきだ。で、実はもう再生可能エネルギーをうまく使えばエネルギーの自立って多分できるんですよね。これからはそういう時代になってくるんだろうし、そういうものを表現しようと思ってこのデロリアンで、僕は買ってます。I think the first three words I would think of when I was like trying to describe Cecil to somebody is ew, disgusting.